Welcome to our Super Rock Roll Carnival Party Night. Let's spend it wonderful. モテない男の恋の話 Night together. Here we go.ここにブーギーハートがパニックでしょうなりのテスト食じゃいられるロケラでしょうだトライビビルなフューチャーおかーまばゆいネイチャーどれこれ構わずシュービーと話せる話もなんてくらいガチを見て青なしを今宵もねあればいねないもんしょどかーよぎるぜフューチャーオーオーオーライスかしてじゃられそうな騒ぎ出すなりロケのラカニバルさ僕のハートはキュートハート好きになる慣れた恋のリハで語れない僕のラブショーあの子の目に僕はもうもっと歌う悲しみの口より輝く燃える灼熱の愛を込めて歌うロックンロールさん意外とロマンティックブギウレスメリーゴーラブのディスコの時で聞こえるよキャラでしょのもうやーい待ち合わせいなねえねえ願い叶えてなものもんだろう騒ぎのシュマリュのキャラの中にまるさ僕の湧いたホットの種類になれない涙恋のリズムじゃ戻れない僕のハロミランと光るあの子の目に僕はもうもっと歌う悲しみの口より輝く燃える灼熱の愛を込めて歌うロックンロールさはい How we fun? Don't miss it again The show goes on!騒ぎ出すマニューの手の中にまるさ僕のハートはキュートなハート好きになる枯れた恋の色肌語れない僕のラブソングだからマニューの手の中にまるさ僕のワイザーホットの種類になれない涙恋のリズムじゃ踊れない僕のハロミライシャルあの子の目に僕はもうもっと歌う悲しみの口よりダイヤ燃える灼熱の愛を込めて歌うロックンロールさShine a light, you can't fight on more than you try
食は市販のサプリじゃ補えなくて、かろうじてバカなクリスで当たり障りない過ごせるエブリデイ。やらかしい説明書になる前に手を打って、したたかな気持ちでやらない、打ち込め情熱を。知らに恋なら You can not fly の思うて、So try, try, try 締め切合う天使と悪魔の声に、フラフラフラつかされないで、シャレた態度で足をすくわれんぞ、 So try, try, try 簡単に済ませない、謎めく季節な Show it up。真夏のロンビーリースに慌てて答えを探すの、狙い定め腰の想い放て。何恋なら You can not fight の思うて、 So try, try, try 夢くらじめが魅力気づけを、シャシャに出た気持ちで湧いとって、 So 見たハートじゃ仕留められやしないぞ、 So try, try, try 誰も真似できない、最高の明日へ。知らに恋なら You can not fight の思うて、 So try,つかされないで、しゃれた態度じゃ足をすくわれんぞ、So try, try, try 太陽も笑う危うい季節 Now Show it out。黒田道博のレディオファントム。はい、こんばんは、黒田道博です。しばらく週一 TV ファントム始まりました。今先ほど僕とバビちゃんと一平ちゃんのね、クチクチでのライブが終わりまして、もう二人は帰りましたけども、働くね黒田くんね。いや今日ね、楽しかったですよ。そのバビちゃんも言ってましたけども、そのやっぱ一人でやるのもまあ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 、それはね僕もですが、まあ頑張りますけれども、やっぱ3人とかでやるとね、このハーモニーが美しかったりとか、タイミング合うと、やっぱりミュージシャンとしては、あ、なんかやっぱ仲間たちとやりたいなと思いますし、まあもちろんみんなもね、それはぼっちも楽しいと思いますけど、あえて3人いるのもね、でそして目の前で見たいっていうのは正直な気持ちですけどね。はい、もうしばらくお待ちくださいませ。はい、今日のお題はですね、黒田シングスの9ね、黒ビー神生の感想と、七夕に願い事。晴れるといいですね。今日も本当風が強くて雲の流れが早いね。そしてもうハピバナナナナリクエスト、まあ後で言いますわ。これ考えた人言っていいの？後で言うわじゃあ。
来週かな、恵比寿天窓のライブのリクエストね、ちょっと読みたいなと思います。でこの1週間やったこと毎日ツイートしました。あーそうね、これ放送してるのはだった昨日か、昨日なんかちょっと手の調子が悪くてですね家にいたんですよ、もう夜家にいたら急に閉じなくなっちゃって、手が多分筋だと思うんですけど、大丈夫です。はい、今日なんとか動いてる、ね、で、あとは何やったのかな。ジョギングはまあ晴れてる日は、なるべくしますね。まあそこでいろいろ、まあすごいお金持ちのお家とかもあるところが地域あるんですけど、そこのねやっぱ花壇とかね、植えてあるものはね素晴らしくてね、ちょっと盗撮したいとかねしちゃいますけどね。はい、僕もそういうの作りたいなと思いながら、はい、それでは、今日の1曲目です。まだバンドではやれておりませんが、新曲ハミングバード、どうぞ。君を抱きしめるたび怖くなるのさ、どこかに消えてしまいそうで、描いたイノセンス記憶の断片、何かが噛み合わないんだ。風は湿り出し空をまとい、嵐となり襲いかかる。鳥籠の中に身を潜めて怯えているのは僕だ。愛に触れた羽ばたきを忘れた。鳥はどこにも行けなくなって、綺麗なまま君の中で太陽が沈んでゆく前に、小さな翼を広げて I need 羽ばたけ。信じて
け見たいと願って何が悪いドラミアフォーエバー情けないくらいに君を誰よりも愛してるのさ小さな翼を広げて愛に羽ばたけ黒谷千尋のレディオファントム。はい、聴いていただいた曲はハミングバードでした。ありがとうございました。まあ多分ですけど、その77一人でまたハミングバードを歌うかもしれません。はい、ね、それでは普通オタ、最近の普通オタ多いんだよな。リエちゃんです。ありがとうございます。引っ越しした時に長年使っていたテーブルと椅子を処分してしまったので、この度新しいテーブルとソファーをゲットしました。そして腰痛持ちなのでベッドも処分してお布団生活にしようかなと考え中です、うん、はい、ね、なかなかやっぱ家具って買えないよね、特に男子はね。僕もね、あれですよ、ベッドはありますけど、実家暮らしね、生まれて、まあ、東京出てくるまでの間、今も帰ってもそうですけども、ね、ほとんど実家で、ね、ベッドで寝たことがない。床にお布団敷いてる生活なんで、やっぱ今でもそっちの方が落ち着きますし、一回ね、あのね、二段ベッドを時があって、小学校3、4年ぐらいだったかな、ちょっと忘れたけど、で、まあ、もちろん上はお姉ちゃん、下が俺で、ね、嫌いだったの、その二段ベッドの下にいるっていうことが。な、年の差だけでその権利は俺にはないわけじゃん。聞かれたことも多分ないし、上がいいか下がいいか。あとはやっぱね、その頃からなんか弊社じゃないですけど、なんか圧迫されてるじゃない、二段ベッドの、うん、あれが嫌だったような気がしますね。あ、でも、まあ、床で寝るのいいですよ、布団とか、うん、あとベッドね、俺よく落ちるのよ寝相が悪いからで、これ斉田ちゃんですね、ありがとうございます。3日 のお昼、ついに宮崎県ヒューガさんのヘベスが我が家にやってきました。やってさ、グラさんがヘベスでツイートしたのが、2018年12月16日おお、そうなんだ。それからずっとヘベスの存在が気になって、果物売り場で探してみては、すだち、かぼす、ゆず、ライムにしさあ、なかなか会えないよね出会えない日々が続いて、もうこんな生活はうんざりだって思ってそこまで追い込まれてたの。とうとう取り寄せてしまいました。その方が早い。ヘベスグリーンジュースとか作ってみようと思いますね。超楽しみです。頑張ってください。美味しいよ、ほんと。僕久しぶりに畑の師匠にお家に呼ばれたんですけど、この間、まあ師匠は師匠ですぐもあの自粛を気にする人で、うん、気を使っていったんですけど、それでも僕を呼んでくれたっていうことはもう多分耐えられなくなってきてるんだとそういう自粛に
で、まあ僕も多分大丈夫だと思うんで、まあ、迷惑かけない程度にね、ご飯をちょっとお家に呼ばれて行ったんです。で、そしたら、なんか今取り寄せが自分の中で流行ってるみたい で、うん、でおすすめされたのはね、もつ鍋。で、それをその時食べたんですけど、まあうまい、うん、名前忘れちゃった。福岡のなんだっけな、花緑かな、うん、美味しかったですよ。うん、で、あと自分が作った取れたての野菜とか、あと漬物やばかった、うん、で、僕もそうやって人の家に行ってご飯を食べるのも本当に久しぶりだったから楽しくてしょうがなかったんですけど、うん、ね。それではこれ佐藤ちゃんですね、ありがとうございます。6月もう終わりですね。自粛明け、コロナ前の日常に戻りつつあるなと感じている今日この頃、会社もほぼ出社が決まりました。行き帰りの電車はコロナ前に比べると空いてるかもしれませんが、ソーシャルディスタンスの観点から見れば密ですね、はい。まあ電車でソーシャルディスタンス保ってたら何人乗れるんだって話になっちゃいますけど、マスクや手洗い消毒などはもう当たり前になっているので特に苦痛ではないのですが、コロナとの共存というのは本当に難しいなと日々ね、感染のニュースを見るたんびに思いますと、まあ、ライブに関してもハードルが低くなってくれるといいな、そして早くみんなの前でワイワイ楽しみたいですという、ありがとうございます。そうね、まあ今日でもあれですよ、やっぱ僕らスタッフもそうだし、バビちゃんもペイちゃんも気を使いながらですけど、徐々にやっぱちょっとその距離は縮まってきてるなと思いますし、なんかそうしたいっていう気持ちも正直やっぱねありますし、あとは過ごして何もなかったからっていうところ、バビちゃんなんかめっちゃ気使ってるからね、そういう部分でお互いは許せる範囲内の中でね、はい。これは普通オタではないね、クリスですね、はい。じゃあ七夕に願い事をちょっと晴れるといいですね、本当ね、はい。これは空ママちゃんです。願い事ですね、娘の空と幸せに暮らせていきますように、そしてこの状況が早く落ち着いてライブイベントに行ける日が早く来ますように、今はこの2つのお願いことが全てです、ね。そして空ちゃんですね、ありがとうございます、ね、いつもツイキャスとかも参加してくれてね、ありがたいですよ。願い事です、勉強を頑張りたいです。それは空ちゃん次第だな。好き嫌いをなくしたいです。それもそらちゃん次第だ。ねえ、そしてチン君に早く会いたいです。すごく会いたいです。僕も会いたいです、ね。そうね、そらちゃんなんかはやっとこさライブ会場に来れる年になってね、こうなっちゃったからね、はい、残念だと思いますけども。アミちゃんです。あ、わかりました。願い事、大きくなったらプリキュアになれますように。なれますよ、プリキュア。なれますよ。で、今年もリングに会えますように。来てね、はい。これは宮崎かな。で、マイソングフォーユー歌ってくれますようにの3つです。マイソングフォーユーね、今日歌ったんだ。見てくれたかな、まあ、再放送でも素晴らしかったですよ。めぐみちゃんです、ありがとうございます。いろいろ考えました。でも今はどうしてもコロナの関係から離れられないのですが、それだと悲しいのでこれにしました。リクエスト曲たくさんリンクに歌ってもらいたいです。あ、前もね、結構リクエスト叶えてると思うんですけど、はい、ね、僕にもできることとできないこと、ぼっちの場合だから今日みたいな3人いるときはもう一人でやれない曲ばっか選んじゃう。リコちゃんです、ありがとうございます。七夕の願い事、それは一日も早いコロナ収束、今はただそれだけです。
人混みが怖い、人との接触が怖いと思わない日常に戻れるように。ただ日常が戻ったとしても前と全く同じ日常ではないと思います。そうですよね、うん。今回のことで失ったもの、失った時間、失った思いがたくさんあるから、それを無駄にしない日常、未来が来てくれることを棚端に願います。今は神様に試されてるんでしょうね。自分自身の行動であり、言動であり、心の動きであり、ね。でもそこまでちゃんとしっかりした、ね、思いがあるなら、日常になってもね、素敵な人生を送れるんじゃないですか。まあでもね、疲れる時は正直ありますしね。まあコロナが全部なくなることは多分ないと思うんですけど、ね。まあ、MC でも言いましたけど、やっぱりお薬が早くできることを祈る。新間さんです。願い事、今だとライブのこととか、クラさんの幸せだとか、痩せたいとか、そういうこと。痩せたいのは願いの、ソラちゃんと一緒、自分次第。厳しい。そういう願い事になってしまうところですが、あえてそれ以外で考えとしても、会いたい人に会いたい時に会えますように。今はそれしか思い浮かびません。この半年でそれがどれだけ幸せだったか、幸せなことか思い知らされました。今最高に人恋しいです。あとは七夕当日満天の星空が見られたらいいなと思います、ね。毎年雨ですもんね、うん。まあ、会いたい人に会いたい時に会えますようにはね、本当素直な気持ちだし、僕もそうですし ね、まあね、会えますよ、会えます。じゃあラスト、サイタちゃんですね。ひげを生やしたクラさんにいつ会えます？あ、モニターじゃなくてね、生、目の前でひげですか？かっこいいと思いますよ。でも触んなよ、絶対。クラさんが作った野菜を地方のライブでももらえる日が、あ、そっか。あの、例えば枝豆とかだったら大豆にして種にすれば持っていきますね。あ、それしよう、今度、うん。種はずっと乾燥させてれば全然いつでもどこでも持っていけるんで、はい。で、黒生のツイキャスライブがもっと頻繁に配信されますし、今度やります。はい、それでは、曲2曲なんですけども、1曲はリズモンスターのミュージックビデオで、2曲目今日のライブからなんですけど、伊平さんが、伊平先生が素晴らしかったピアノ U をご覧ください。どうぞ。
様のつもりだ baby 偉そうにカッコつけんなよな Yeah 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 修羅場の主役のようにここからミラクル起こすぜ Yeah 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 yeahいくぜ Da 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 ビビンナベイベー Da 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 手伝っていけん絶対に絶対に絶対に逃げやしない Da 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 人生は Da 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 勝ち負けじゃないけどないけどないけど負けんなよ Allrightがないと泣いた昨日の自分を
どうしようもなくて価値観なんて携帯の形みたいに変わってくるのが常でそれもよくて苦いコーヒーミルクも砂糖も入れたいそんな自分をずっと忘れないでいたいよ本当に欲しいのは今お前にお前だけにしかできないことがこの世で一つあるとしてだとして人に煩わしいとか思われようがこの場所この時に答え求めこの声に醜すぎるこの歌僕は歌うんだ聴いていただいた曲はリズモンスターとユーでした。ありがとうございました。初めてそのユーを見た人ね、 A メロいつもだったら馬場さんギター弾いてるんですけど今日弾かなかったんですよ。でピアノと声だけでっていう。で僕もユー普通だったらスタンドマイク使うんですけどハンドマイクでなんかあの花を歌う時みたいな感じのバラードを歌ってる気分でちょっと歌ってみたんですけど、だからあんまり歌詞の内容はそんなにこう込めて歌ってないというかその曲の曲の良さみたいなものなんか今日伝えられたような気はしますね。はい、良かったと思います。そうで、あとね77なんですけど、まあ77ハピバ77って意味わかんないもんねこれはですね、あの和田ちゃんがですね、あのこの間まああの66いろいろフリーでたくさんの方に見ていただいたので、まあ、そういう機会をもっと増やせばいいんじゃないかなっていうところで、じゃあ全部誕生日にしちゃえよみたいな77も88も99もやんのっていう企画なんですけど、言う方はね、言うだけで楽ですよね。やる方は俺なんだろうって
まあ、でもあのこれを機会に、まあ、ぼっちのちょっと延長上というか形変えながらやりたいことやってみようかなっていう、ツイキャス、まあね、ほんのちょっと運賃いただいてますけども、フリーのところで、おお、活動強いね、今日ね、いろんな方がここあれですよ、いつも富士口でやるとき楽屋に使わせてもらって、ここでみんなサイン会するスペースなんですけど、だから今あの生間浩二の目線で皆さん見てるんじゃないですか。俺いつも大体こうなって携帯触って、で浩二はそっちからか、ちょっとねそうで、まあやろうかなと思っております。うん、まあこの間みたいなその手作りミュージックビデオね、作れる感じでもないんですけど、まあ、その案を言っても1週間ぐらい前なので何も用意できなかったんですけども、まあ、来月本当に88とかするんだったらまた何かネタ考えます。でいいよ、ちょっとできるかどうか分かんないですけど、そのあれものづくり学校だもんね。あのね、うちのもう大野恵子はね、ほんとね、今日のライブもあのカメラとかも自分で切り替えたりとか買ったりレンタルしたりとか、結構もうあの戦闘モードに入ってるんですけど、でこれもスタビライザー、なんだっけこれ、なんとだっけ、スタビライザー、ジンバル、ジンバルだ、ジンバルスタビライザーって言って、まあソエピーとかがさ、あのミュージックビデオ海外とかで撮るときにこうやってよくあるじゃん、俺の周りをこうで、ここにスマホつけて、これ何がいいかというと動いてもブレないっていうやつなんでね、これ買ったからなんかこういう感じで自撮りのミュージックビデオも撮れるんじゃねえか。そうそう、ね、これね、あのブレイキングマイハートの時に本当は使おうかなと思ったんですけど、あの自分のその知り合いの人が持ってたから、だけどあのね、車の中が動かないって逆にやっぱ不自然だから、あえてこういう、こうそう、ブレーキン前パーみたいなのだったんだけど、でこれがあるといろいろ動いてもね、ブレないので、ちょっと考えます。でなので77はちょっと実験ってことにしよう88で何かあの勉強したことを発表しよういや、いいと思います。楽しそうなんだよね、こういうことを探してるの。なんか俺とかに LINE に買っちゃったとかこう送ってきてさそれではクローバビカンナマ感想かな。はい、こんにちは、バビちゃんと2人のカンナマライブ完全アコースティックだからなんとなく、なんとなくもちょっとしっとりした感じなのかなと勝手に想像してたのですが、リンクもワッチャもマイクとギターが何にも繋がれてない分めっちゃ動き回ってて意外でしたね。まあはしゃぎましたね、この間ね、楽しくて。あれですよ、1個のモニターで2人で並んでやってるから気分的にはなんでだろう、なんでだろうみたいな感じだったんですけどあれで、個人的には愛のトラベラーかっこよかったです。と原曲よりも速いテンポで歌いながら振りをちゃんとやってるとかすごかったです。バビちゃんね、なんかね、愛のトラベラー速いんだよ体感的にはあれなんだろうね、彼の今の、去年とかもめっちゃ速かったもん。でも俺速いのも笑けてくるから歌えるからなんか付き合うんですけど、そしてこれ咲いたちゃんですね、ありがとうございます。5月1日のクローバーシングス2の時のギャラリーで、前回マイクスタンド使った、まあ、シングスの結構前の方ですねあの広い会場にクローバーさんだけっていう見た目の寂しさが印象に残ってしまったライブでしたが今回は、クローバーさんと申し子ね、はい、動き回ってくださったおかげで見た目もとても楽しいライブでした。クローバーは最高、またやってください。はい、寂しさが一緒に残ってしまったライブ、言い方こっちだって頑張ってる。はい、あとはこの感想はヤオミヨゼの感想もなんか混じってたんですけど、
天森ちゃんですね、ありがとうございます。山尾陽瀬の感想、野外ならでの雰囲気もさることながら久しぶりに黒田バンドの大人のかっこいい演奏にしびれ、黒田さんの若くがむしゃらな歌声に懐かしさを感じながら、長いはずの時間があっという間で聴いてしまって、本当に楽しくて幸せなひとときでした。ぜひまた野音でやってほしいです。やりたいです。はい。でぼっちライブのリクエスト、欲張りうさぎ、ロクノルサー、良い夢、ね、カバー曲ワンズ、世界が終わる、今、神奈川テレビ神奈川で深夜にスラムダンクの再放送して、私にとって大好きな曲、あとは玉置浩二さんの田園とかね、あとフレンゲ、はい、フレンゲね、やろうかな。一瞬なんかチラッとサビ あのふわりの説明だけしてやってはないんですよね。やるならテレビバージョンですか、フル尺ですか。そういうとこも悩むんですよね。まあ僕もちゃんとまだ覚えてないというか聞き込めてないね、ちょっと考えますそれは。はい。そしてリクエストね、エリス天窓はい、こぼれる太陽ですね。これはリエちゃんだ。はい。ギターを弾かずに歌うバージョン、やってないもんね、バンドでもね、こぼれる太陽ね。そして紫ですね。カンボジア帰国後にまさか3人編成で聴けたので、またやってほしいです。はい、わかりました。白馬に乗れない卵様やりますよ。なんとなく聴きたい気分。なるほど、はい、ハートが聴きたいです。あとね、あとはチョアデコちゃん77とか天窓は、ボイス、はい、スターティングオーバー、あ、スターティングオーバーもやってないな、そういえば。装着、うん、欲張りうさぎ、あ、欲張りうさぎ、そうなんだ。センキューベイベー、アイムファイン、センキューフォーザデイ、レディゴー、わかりました。心の隅っこに。そらままちゃんはオールウェイズ、あー、ね、オーロラ、クローバー、なるほど、エール、桜、空からリクエスト、合鍵とナイフです。まあ、あの77は一人でやるんであれですけど、まあちょっと天窓の方でもいろいろ調整したいなと思っております。はい。あ、誕生日なんですね。はい、素敵な誕生日プレゼントになればいいですけど。アイリンちゃんですね。ハッピーバナナナナリクエスト。77といえばバイキング77が聞きたいです。そうね、いつぞや、あれ何年前だもん。イベントをチッタでやりましたけども、その時にバイキングね、やって、春一に弾いてもらったのかな。うん、ね。で、天窓プロバビペならば、紫もできるのではないでしょうか。はい、紫やっぱ人気なのか。ハピバリクエスト、七夕様、あ、サイタちゃん、サブリナ、あ、サブリナ好きですね。はい。ちょっとまあアイディアとしてね。それではね、曲の方に行きたいなと思います。もう一人歩きをして無限の彼方へどっかに行ってしまった曲ですけども、それでは聴いてください。時折するどうぞ。主役タクシー、タクシー、タクシー、
西麻布あたりで止めて夢のよって夢じゃないときめきに溢れている時のリズムに踊れ割と小一気に決めて真っ赤なバラの花束あなたに届けて We're so good Hey you 不滅この幸せイズムこの時を乗り時折リズムでした。ありがとうございましたね。お知らせの方はツイッターやらホームページやらね、ざっくりだと、77ね、ハピバ77 11日は恵比寿天窓ね、12日は TV ファントムと、フーチクチの今日のライブの再放送ですね。でこの番組の後はステイホームで2002年のアックス見ようぜをやりますもうねこれ時間軸が全然分からなくなってきて最近ほんと、まあでも毎週何かしらの形でみんなとねモニター越しだとかだけですけど、まあ、繋がれてるのは悪くないなと思いますし、まあ、僕もできる範囲で頑張りたいなと思っておりますよ。はい。お、いい色の夕焼けになってきたね空がね。でさっきも言いましたが来週の TV ファンドは7月12日18時から、僕ももしかしたら突然ねお邪魔するかもしれませんがそれは分かりません。はい。では皆さんも、ちょっとね感染者の人数増えてきてますが、まあねえほんとね大変だと思いますし気も心も疲れると思いますが頑張って疲れた時は TV ファンドもとか
ステイホーム参加してください。それでは、ラブレターを聞いてお別れです、また来週黒田道のでした。の数だけ目の前の分かれ道幾度となく選んだごめんなお前に言わなきゃいけないことがあつけずに言うよ後悔していることも怖くて逃げて涙した夜もある情けないぜそれでも止めてみてまずかったらどうする？誰のせいする？音楽では世界を変えられないとしても誰かを金を出せば買えるんだ。
黒田道弘のレディオファントム。